地方自治の仕組み。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は地方自治について2回目ということで、非常に区別が大切な分野です。首長と議会と行政委員会について見ていきましょう。国、中央は国会と内閣で運営される議員内閣制やったね。それに対して地方は都道府県や市町村によってそれぞれ状況が異なる。だから地方自治体も政治も異なるんですよ。それは当然ですよね。この図は前回の最後に紹介した図です。これをより詳しく今日見ていくということですね。まずは住民から首長と議会両方選挙で選ばれてるよね。これを二元的代表制って言います。執行機関としての首長と議決機関としての地方議会がどちらも直接公選によって選ばれる、選出されることを二元的代表制って言います。大統領制とすごく似ていて、別名市長制とも言われるんですよ。首長がリーダーシップを発揮して、こんな政策がしたいということに議会が答えていく。この議会は条例の制定、改廃、予算の作成を行っていくのが仕事です。さあ、早速区別シリーズ。国は国会と内閣、議会と内閣の議員内閣制だよね。国会と内閣は連帯責任にある。それに対して地方自治は首長と議会はどちらも直接公選なので分立している。大統領制に近いイメージです。なので首長から議会に対して議決の拒否権、議会解散権がある。それに対して議会も首長の不信任決議を出せるということになってるんよ。続いて2つ目、首長と議会の不信任決議と議会解散権について見ていきましょう。議会は首長の不信任決議が可能だというところです。議会の4分の3以上の賛成で可決することができるんです。それに対して首長は10日以内にお前らが悪いだろうということで議会を解散させることができる。議会解散権を持つということですよね。3つ目、議決の拒否権が首長にはある。首長は議会の議決を拒否することができる。拒否してもう一回考え直せっていうのを再議っていうので再議要求ができるって言います。例えば条例の制定、改廃、予算に関する議決を送付を受けた日から10日以内に拒否することができるよな。ただしその後もう一回考え直せって言って議会に戻った場合、出席議員の3分の2以上の賛成で可決することができるんです。これが再議決の要件ね。あとは条例の制定とか予算以外の議決は議決の日から10日以内に再議に付すことができると。こっちの方はそこまで重要じゃねえから出席議員の過半数の賛成で再議の議決ができます。さあ、区別シリーズ第2弾。国会では通常議案は総議員の3分の1以上の定速数で評決決めることは出席議員の過半数やったんか。あとは秘密会にしますとか議員の除名、資格訴訟とか、あとは衆議院の再議決やな。一番大事なのはこの場合は出席議員の3分の2以上の賛成が必要だった。憲法改正の発議は総議員の3分の2以上やったな。それに対して地方自治は首長の不信任決議を出そうとしたら議会の4分の3以上の賛成や。これだけ4分の3やから絶対注目ね。そして先ほど言った条例の制定、改廃、予算に関する議決を首長がやめや言うて拒否した場合や、再議の決議要件が地方自治の議会では出席議員の3分の2以上やからな。これは衆議院の優越と一緒なんですが、必ず国と地方をごちゃごちゃにしないということが大事です。絶対に区別してね。ここ超重要ですよ。そして区別シリーズ第3弾。アメリカの政治体制と地方自治の政治体制がぐちゃぐちゃになりがち。アメリカの政治体制は大統領制で、大統領は議会に対して法案拒否権がある。ただし議会解散権はないよね。法案提出権もないんよ。法案拒否権はあるけど。そして地方自治体の方は議決の拒否権はあると。そして議会解散権はこっちはあんねん。条例の提出権はないねん。ということで非常にアメリカの大統領選に似てるんだけど、議会解散権があるのかないのかというところは絶対注目。日本の地方自治は議会解散権を持つんですよ。首長がね、ごちゃごちゃにならないように。4点目、副知事副市町村長は首長による任命であるということ。もともとは出納帳、助役、収入役と言われる特別職の公務員が知事や市町村長を支えていたんです。ところが2007年に地方行政改革の一環としてこれが廃止されて、新しく副知事副市町村長が設置されています。2007年からね。注意しておいてください。続いて5点目、地方の行政委員会です。地方の行政委員会も中央の行政委員会と一緒で中立、公平、専門機関です。ほとんどが首長による任命なんだけど、選挙管理委員会だけは議会による選挙で選出されるんでね、ここは注意しておいてください。地方の主な行政委員会紹介しておきます。選挙管理委員会、略して選管。地方選挙管理委員会は議会による選挙で選出されるんやね。国からの委託される事業もあったりします。監査委員、
他の委員会より独立して設置されていて、監査を司ります。教育委員会、地方にのみ置かれてるからね、これは。もともと任命制だったけど、1956年から議会から選出されることになっています。もちろん任命するのは市長ね。公安委員会、これは都道府県警を司るもの。大阪府警とか兵庫県警みたいなもんですね。中央は国家公安委員会ですよ。地方労働委員会、地方にも労働関係調整法などで仲介する地方労働委員会が設置されています。もちろん中央労働委員会は厚生労働省に置かれていますからね。はい、区別シリーズ第4弾、委員会区別シリーズ。国会の委員会っていうのは本会議の前に審議する場所で、委員会中心主義って言われてたよね。いかにスムーズに本会議を終わらせるかということで、ほとんど委員会で出来レースになっちゃってるってやつでした。これ委員会中心主義ですよ。内閣の委員会は行政委員会と言われて、これ中央の行政委員会ですね。公平、中立、準司法的な機関と言われている。そして先ほど習った地方の委員会、こちらも行政委員会と言われて、地方に置かれているバージョン、公平、中立、準司法的なんです。だからそれぞれしっかり区別しとかなあかんけど、内閣と地方の委員会はすごく似ている。特に地方に置かれているのは特色があるので、しっかり注目をしておいてください。そして最後に団体自治と住民自治見ておきましょう。団体自治は地方公共団体が国から独立し、自らの意思と責任で決定できることって意味ですよね。ってことは首長と議会のこちらの部分が団体自治なんですよ。地方のみんなで政治を行っていきましょうってやつ。それに対して住民自治は地域の政治が住民の意思により自主的に行われること、すなわち住民が主役ってことでしょ。住民自治は住民一人一人を主役にしていく。だからこちら側になっていくわけです。しっかり区別しといてね。以上、地方制度と国の制度などがごちゃごちゃにならないようにしっかりと整理しておいてください。今日はここまで。